こんにちは。今回はアート動画です。今流行りのデコボコミラーフレンチを作ります。ベースカラーをまず塗っていきましょう。実際の爪に作るときはまずベースジェルを塗って硬化してからカラージェルになります。今回使っているカラーはプリジェルミューズのトゥーシューズという少しパールが入ったカラーを使っています。一度塗り目が終わったら硬化をしてから二度塗り目を塗っていきます。先端にデコボコを作る前にまず一度ノンワイプトップを塗って硬化をしておきましょう。ノンワイプトップは完全硬化をしていきます。デコボコ部分なんですけれども、今回はベティジェルの美中ジェルとプリジェルのスカルプ&トップを混ぜていきました。だいたい混ぜる割合は美中ジェルとスカルプ&トップが1対1ぐらいの量で混ぜています。美中ジェルが多すぎると結構角が立ってしまったりとか、逆にスカルプ&トップが多いと流れてデコボコが綺麗に作れないので、だいたいね、いつも半々ぐらいを目安に混ぜています。こちらを使って筆はアート用の筆に持ち替えてもらって、先端にデコボコを作っていきます。筆の先端にジェルがたまるように取ってもらって、まず端からフレンチラインを意識してラインを引っ張っていきましょう。美中ジェルを混ぜているので、そんなにこのね、引いたラインが流れていったりとかはしないので、安心してゆっくり引いていってくださいね。ラインをだいたい2本から3本ぐらいどの指も引いていきました。ほんのりデコボコしたいときは一度塗りで終わるときもありますし、今回はちょっとね、くっきりデコボコを作りたかったので二度塗りをしていきました。あんまり一度で高さを出してしまうと硬化不良が起きてしまうことや、あとはね、硬化熱がお客様に伝わってしまうこともあるので、焦らずに二度塗りをして高さを出していきましょう。美中ジェルを硬化したら、この先端の部分にノンワイプトップを塗っていきます。このね、デコボコの段差のところにノンワイプトップが溜まってしまうと、デコボコが緩くなってしまったり硬化熱が出てしまったりするので、溜まらないようにちょっとね、筆圧を強めにノンワイプトップを塗って硬化をしていきます。そしたらミラーパウダーを使っていきます。よくね、最近フレームだったりとか、こういう部分的にミラーパウダー使うこと多いと思うんですけれども、パウダーのケースの方から直接ミラーパウダーを取ると結構量が多くて、余分な他の部分にもパサッと広がっていってしまうので、私は今の動画のところみたいに蓋にくっついたところを使って少量取ってミラーパウダーをのせていっています。しっかりとダストを払ってからトップジェルを塗っていきましょう。全体的に一気に塗ってしまうと、このミラーパウダー乗ってないところにもミラーパウダーの粉がちょっと飛んでいってしまったりとか、くっついてしまったりするので、ミラーパウダーをこすったところとこすってないところは別に、まあ、一度で塗ってはいくんですけれども、分けて塗っていきます。最後はノンワイプトップでツヤツヤ仕上げをしていきます。ノンワイプトップの時は全体的につなげて塗っていきましょう。硬化をしていきます。こんな感じで完成です。そしてちょっとね、今回はせっかくなのでサブアートも作っていきます。こちらのサブアートは美中ジェルをそのまま塗っています。美中ジェルを爪の表面に普通のスクエア筆でデコボコするように塗っていきます。美中ジェルは他のジェルと違って
もともとパーツをのせる専用のジェルなので多少厚みが出ても固まるので大丈夫ですよ。ノンワイプトップを塗ったらまた表面にミラーパウダーをこすっていきます。ビジュージェルのデコボコがいい感じに表面に出てきて、このね、最近ニュアンスアートでこういうね、デコボコしたミラーも大人気なんですけれども、簡単にね、ビジュージェルの場合だと表面に塗るだけでこういうデコボコのミラーネイルが作れます。10本フレンチでも可愛いんですけれども、1本ずつこういう感じのニュアンスのミラーが入っていてもとっても可愛いのでおすすめですよ。最後はトップジェルを塗って仕上げていきましょう。こんな感じで今回は完成になります。先端ね、もしちょっとピコッと出てる部分あったらファイルでスムーズにしておいてくださいね。こんな感じで今回はデコボコのミラーフレンチとミラーネイルが完成になりました。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。